こんにちは、こんばんは、ベンジャミン・ダマです。よろしく、マウス。マウス。ということでね、マウス、買ってきました。ハロー、330円。この G は？この G は何の G？ そうね。ロジク。偽物？偽物じゃないもん。はい。で、ロジクのね、G の 300S ってやつ。まあ、わかんねえけど、まあ、ロジクのよくある、マウスですね。この左右対称ってやつ。今はこれ多分ね、ロジクル G300SR とかなってるんじゃない？確か。違うっけ？まあそんな感じの。でね、ものすごく汚いです。ちょっと触るのも嫌なぐらい汚いです。わかります？汚さわかるかな？むちゃね、汚いんですよ。ちょっとね、触るの嫌なぐらい汚いのか。汚いでしょ。でね、これをね、ちょっとね、清掃と、まあ使えるのか、チャタリングったんじゃないですか。これが効かないとかね、こういうの。チャタってんのか、ってやって、チャタってて、チャタってたら、まあ、分解して、清掃して、接点復活スプレーないけど、接点復活スプレーっぽい、変な556みたいなの打ち込んだりして、やってみたりしながらしてんでね、あわよくば塗装、このボデ塗装したいなってことで、ボデを。はい、細くてこれ、ゴムなんだけど、細くていい感じ。すごい。効きがいい。細くて。って感じです。こちらをね、チャタってんのか見て、動くのか見て、動かなかったら、まあ動かなくても、まあ清掃ですね。ちょっとマジックリンとかに入れて、綺麗にしたい。めちゃ汚ね。うん。触んのも嫌なくない。まあ、330円なんでね。本当はね、これね、アマゾンとかで、1600円とかで、2000円ぐらいで売ってるよ、これ。これ安い。安いね、このロジク。多分ね、使いづらいんじゃないこの、これが、このボタンたち。だと思う。これも持ってんだけど、この、これなんだこれはね、G の402っていうの持ってんだけど、それよりね、こんな感じ小ぶり。小ぶりで、まあ、どうなんだろうね。使いやすさとかよくわかんないけど、まあ、あれなら子供にあげてね、かなと思ってます。じゃあね、それではね、チャタってるか見ていきたいと思うよ。チャタってる。チャタってた。はい。それではね、今からチャタリングのソフト。これね、コーラは1日 500ml まで。ってことでよくわかんないんですけど、これで、マウスのチャタリングをチェックするツールっていう、これをお借りしてやっていきたいと思います。ほんでね、これ、光るんだね、これ、見て。で、赤いの出てるし、レーザービームみたいな。だから、大丈夫じゃねって感じなんだよ。で、まあ、いきますよ、これ。チェック。叩くと、この、ここにね、チャタリング発生率が出るんだけど、全然平気。平気っぽい。平気だね。連打しても全然平気。ほら。全然平気っぽい。次はこのテストでやってみたいと思います。このテストはね、ちょっとしたマウスチェックテストとで、マウスがおかしい時に使ってね、みたいな。まずはこのね、ポインター、ここに乗せてね、OK。ここに乗せて、外して、乗せて、外して、乗せて、外して。多分ね、ポインターも全然、生きてるっぽい。で、左ボタンのチェックってことで、あ、平気っぽいね。次、ダブルクリックチェックね。あ、ちょっとおかしくは、俺のあれがおかしいのかな、よくわかんないけど、右ボタンも全然正常。上方向 OK、 下方向のクリック、これね、クリクリもう OK。スクロールボタンをクリック、これね、クリクリを全然平気じゃない、ほら、これ全然変じゃない、全然生きてる。これまさかラッキージャンクなんじゃない、ラッキージャンクなんじゃない、これラッキージャンクなんじゃない、これ330円でこの動きはラッキージャンク。ちょっと掃除すればいいだけっぽいですね。なんのあれもない。全然チャタリングもしてないし、ポインターも全然いい感じだし、多分ロジクールのソフトで多分これも割り当てられるんですよ。これもしたら全然いい感じなんじゃないってなってきちゃいました。それではね、もう汚いんで次清掃ですね。だからこれ別に壊れてないんで、下手したら塗装しないかも。綺麗になったらもうこれでよくないですか。だってすげえ使えるんですもんね、普通に。分解して清掃していきたいと思います。ラッキージャンクだった。330円、普通だよ。さすがハードオフだよ。
はい、それではね、分解していきたいと思います。まずはね、このテープ、これ取りたいよね。これね、そんでハードオークのさ、このラベルね、330円のこれね、買ってすぐさ取らないと結構取りづらいんだよね。でもさ、こういう動画とか撮ってると買ってね、すぐはね取れないんですよ。お分かり？お分かるよね。そうなのよ。そう、こうなっちゃう。汚ねえってやつね。もうしょうがないわけやん。これ動画の宿命。で、一応さ、証拠のさ、330円ってのないとさ、嫌じゃん。嫌じゃんってことないけど。多分これ見てないんですけど、こういうとこにね、あるらしいんだよね。隠れネジが。ちょっとね、動画で勉強すんで、ちょっと待ってください。はい、だいたいね、今 YouTube 様の動画で勉強してきました。やはりですね、これ取るべき、取るんですね。これの下にネジがあるっぽいですね。これこういうなんかね、何でもいいと思うんだけど、こういうのでね、もう一回つくのって話だけど、これはい、隠しネジの扉開きましたね。で、これをネジを開けていく。これね、なんか入れて、こういう、なんでもいいと思うんだけど、4本のネジで止められています。止められていますみたいなね。はい、で、取ったから、あ、超バカって一瞬で取れちゃった。見た、一瞬ついちゃった。ちょもう一回。ここで、このネック持って。クパー。失礼しました。クパー。失礼しました。クパーってことで、クパー取れました。でね、まずどれからいこうか。うわー、きたねー。ジルわかります？このジル。タバコかな？ヤニ汁かな、これ。ぐわ、気持ち悪。基板めっちゃ正常なんで、ここ取って、取れませんね。ちょ、で、これネジで止まってないよね、別に。これがボタンなんだ。はい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 。ここは取れないのかな？そんなことは。取れねえな、でも。あった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 。ネジが何個か止まってんじゃん。1、2、3個止まってんね。一緒。ネジの大きさしかも一緒。ここ3点で止まってて、はいはい、こうなってる。こういう感じ、分かった。こういう感じ、配線がこうなってる。これプッてやってもいいけど、まあプッてやった方がいいかな。いや、取ってもいいかもしれない。これあんま触らない方がいいかもしれない危ないのではい。で、これを洗いたい。汚い、見てよ、このヤニみたいなね。汚いでしょ。これはまあ洗う。じゃあ、お次。こっち。マウス。ポインターはね、意外と汚くないね。別に。そんな変な感じしないし、毛が入ってるわけでもないし。ただやっぱヤニっぽいから、洗いたいは洗いたいので、ちょっと分解してきましょう。ネジ3本。はい、ネジ3本で。何なんだろう。光るやつだね。まあ取れなそうだし。取る必要もなさそう。別に。各種ボタンはバラせるのか、これ。バラせるけど、バラす必要がなさそうな感じもする。なんかバラせないね。これごとつけちゃうか。取れるとは思うんだけど、取れないんだよね。ちょっとわかんない。バラせないですね、これ以上。もう一回見ます。動画。はい、またね、YouTube 見てきました。これね、こっちから外すんだって。これ。こうやってね、こうやって外れるんだって、ほら。ほら、見た。折れそう。何？やだ。もう取れないね。あぶねえ、折れそうだった。折れすん、この爪。
取れた。でもそうしますとここにこの出てきます。もう一回ネジが、これ危ないですね。ちょっと待って、000ですね。000舐める系です。危ないです、舐める系です。完璧。やべえ、初めて、やべえ、初めて知った。これ伸びるの。ほい、その3個取ってこうなって、なんでここね、最後こことここ、これだいぶネジちっちゃいんで絶対なくさないようにしてください。で取れない。ちょっともう一回見せてください。よろしくお願いします。あ、もう半分取っちゃった。いや、もう一回 YouTube 見ました。これ計3回目、3回 YouTube 見てできた。もしょ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 分解できました。もしょ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 分解できました。分解完了。クリックはバネ入ってんでやめました。分解するの怖いじゃないですか、バネ系分解すると。いいことないんでね、バネ分解するの。とりあえずやめました。わかんないです。ここまで分解できたんで一応ね、清掃して塗装は、塗装これだけできるか、これだけやるなら、やるならこれだけ。ここの分ね、ここマットでこれいい感じなんで、まあこれでいいかなってのもあるね。なんかちょっとね、洗っていきたいと思います。これ分解の、まあおさらいじゃないですけど、結構ね、隠しネジが入っちゃってるんで、まずここですね、ここのこれにこういうのが貼ってあって、隠しネジになってますので、まあ、それをまず気をつけるのと、で、これが取れましたら、基板がいますので、基板を優しく取る。優しく取りましたら、今度、こっちからじゃなくて、表からこれをベリッと取るんですよ。ベリッと。ベリッと取ると、隠しのネジが入ってるんで、で、ボタンが隠し取れる感じになる。あと最後にこれは、こうなってるんで、思いっきりグイってやる。そうそう、こうなる。で、自信のある方はこのくるくるも取ってよろしいんでしょうか。くるくるネジが入ってるんでね、ちょっとバネが入ってるんで、ワンチャン戻らない可能性があるので、俺はこのまま水に突っ込んじゃうと思います。それじゃあ次はね、水洗いしていきます。ちょい。何でやろうかな、マジックリン。マジックリンちょっとね、少しつけて。そっからっすね。ウィウィウィ。せっかくなんで基板ね、アルコールでね、清掃していこうと思って、こういうレーザーポインターのとことか、かなりね、綺麗に洗えます。あー、これね、前の人はタバコですね、これ。多分。ほら。ちょっとヤニっぽさがあるので、基板も含めね、ちょっと、軽くね、アルコールで、拭いてあげましょう。アルコールは揮発するので、掃除できますからね。これによって、まあ、壊れることは、まあ、多分ないです。それもこれもまあ多分なんで、こんな感じでね。で、ここには、一応ね、この接点。島のリールオイル。これダメでしょ、ダメらしいよ、ダメらしいけど、まあ、まあいいんでしょ。はい。でね、基板のお掃除はまあ、割とできたんじゃないけど。シャオリンパイ！ってことでね、洗ってきた。洗って乾燥させてきた。多分ね、めちゃくちゃいい感じに洗えました。洗い方はね、マジックリン、パイプマンとかそういう何、強いやつ、もう中性洗剤とかじゃない、もう強いやつ、強いので一気に脱臭と漂白剤でもうブワッと2時間ぐらいつけて、そんでそれ流して最後中性洗剤でゴリゴリゴリってやってきた感じ。いや、めちゃくちゃいいじゃないですか。匂いも全然取れたし、うん、いいんじゃないでしょうかね。はい。ってことで、ちょっと匂いあるか、まだ。もっとつければよかったか。まあでも、まあ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 、まあいい感じでしょう。さて、組み立てていきまーす。組み立てる。それでは、組み立てていきます。まあね、分解した逆をやっていけばいいだけなんで、そんなにね、言うて難しいことじゃないんだけど、まずはね、これからですね、おそらく。
これがこう来んだね。こう来てやっぱ上なんだ、やっぱ上だったんだ、よかったんだ。でこれがこう来んだもんね、こう来んのよ、だからいいのよ。これはまっちゃっていいんだ、やっぱし。ちょっと待って、でこれでよし、やっぱり。そんでやっぱこれはまあはめちゃってよしです。うん、こんな感じです。はめちゃって OK。そんで、これが上に来んのよ。こんな感じで。ね。で、ここでネジ。ちょっと待って。これなんだっけ？これ上だよね。じゃあこいつをこう。多分こうなるのかな。で、ここもネジ。で、これを。こいつをかぶしてきます。ここからバチンって止まるやつだね。忘れ物はないね。こいつは後ろだもんね。あ、後ろ。マウスポインターだから。これはここだもん。で、パチッとはめちゃいます。パチッとはめました。すっげー綺麗。ちなみにすっげー綺麗。これが、こんな感じだったのか。こうだ、こう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 。これも細いネジです。細ネジ、細ネジで OK で、次最後これで、基板が止まってたのでこれをまずつけます。こんな感じになってた。で、こうなってた。で、これは太ネジ、はい、これ止めた、 OK。 これも止めた、基板止めた。そしたらこれが基板止めたんで3箇所、これがこうきます。パカです。で、パカしたら押した方がいいですね、一回。全部感度あります。大丈夫。裏を、まあ、止めていきます。で、最後の一個。OK。そんで、これ剥がしちゃったね。シールみたいな。これを、戻して、つけて、はい、完成。どう？見て、めちゃくちゃ綺麗だから。新品だよ、ほとんど。マジで、すっげえ綺麗。ちゅうか、マジで綺麗。下手にね、塗装しなくてよかった。できたー！ブクブク！ボタンも、全然調子いいし、ちょっとね、チャタリングっていうか、これ反応するかちょっとやってみます。はい。さあ、もう一回これ一応確認のために。チャタリングのツールやってみますけど、乗せてね、全然平気。ポインターは OK、 左のボタンをクリッククリックリック、オッケー。左ボタンダブルクリック、オッケー。上方向 OK、 下方向も OK、 スクロールボタンクリックも OK、 これも OK、 全然いいっしょ、全然 OK です。 OK、 OK。はい。今回ね、これ、330円で買った、ロジクールのね、マウス。G300S。無事ね、着きました。んで、お掃除して、すっごい綺麗にして、めちゃくちゃいいマウスになった。300円でね、これ買えたら、マジでラッキーですよ。これがラッキーハードオフ。そのね、こんなの分解めちゃくちゃ簡単なんで、絶対掃除した方がいいですね。俺はもう、ハイターとかにつけて、匂いとかも全部脱臭して、最後に中性洗剤で洗った感じ。何でもでもいいんじゃないですか。ハイターとかにつけたって全然平気。うん。こんな感じでね、簡単に掃除できますんで。よければね、皆さんもジャンク漁ってください、青箱。こういった青箱にありました。カチカチの青箱にありました。本当の青箱。ハードオフのね、俺のね、結構行きつけの好きなハードオフであったんで、はい。よかったです。330円でロジクールのマスゲット。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますと、ものすごく励みになります。また見てねー。